こんばんは。お疲れ様です。すいません、ちょっとゲリラなんですけど、ちょっと待って、なんかちょっといけないものとかないかな。何も見ずに始めちゃった。そう、ゲリラなんですよ、申し訳ない。今日はね、テロップにもあるんですけど、写真集のね、撮影が今日から始まったんですよ。で、初日に、そう、記念すべき1日目。でも、もう結構早めに終わってて、さっきまでご飯をね食べてきたんですけど、ちょっと髪の毛ボサボサだ、ごめんなさい。お疲れ様でした。なんかこっちもドキドキするね。いや、もう本当にめっちゃ緊張しててすごい緊張してて、なんか昨日もう本当にやっぱ記念すべき写真集だから、もう早く寝てコンディションを整えようって思ってたんですけど、全く寝れなくて、なんか体がそわそわして全く眠れなくて、なんでこんな眠れないんだろうって思って、結局全然眠れずに行って、まあ移動時間が結構あったんで、移動時間にずっと寝ててみたいな感じなんですけど、もうすごい緊張しっぱなしの撮影だったんですけど、最初の方は。でもね、スタッフさんとかカメラマンさんの方々が皆さん優しくね、緊張をほぐしてくれたので、なんとか今日の一日のラストは笑って終わることができました。そうなんですよ。こんばんは、こんばんは。またね、明日からもね、撮影はあるのでね、今日はちょっとそんなに、まあ、今日こそはちょっと早寝したいと思うので、今日こそはね、早寝したいと思うので、まあ、あんまり長くはしないの、何時だ、時計がないよ。まあでもちょっと早めに終わろうかなって思います。どんな雰囲気の写真集になるんだろうね。えもうなんかと今撮りながらなんだけど、自分でもね、どんな感じになるんだろう。でもすごい、21時55分ありがとう、教えてくれて。なんかスタッフさん方がなんかね、すごい、なんか結構熱意を持ってやってくださってて、ありがたいですね。嬉しい、本当に。ちょっとリップ塗ろう、口に色がない。まあ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 、アイメイクが違う。そう、今日メイクさんにメイクやってもらった。でも本当に最初の方とか結構撮影ずっと薄くて、なんかめっちゃナチュラルメイク。でもそうよね、考えてみたら写真集ってさ、写真集っていうかさ、なんかこうグラビアとかってさ、大体ナチュラルメイクだよね。そのなんかコンセプトで濃いなんかメイクとかしない場合って、だからすごい最初の方とかめちゃくちゃナチュラル。でも普段の化粧とはなんかやっぱ違うなと思います。眉毛とか結構しっかり描いていただくっていうか、自分あんまり自分の眉毛が好きじゃないから、もうどれだけ色をなくしていくかみたいな感じで、もう眉マスカラとかコンシーラーとかめっちゃ使ってるんだけど、もう今回とかはね、眉マスカラも使わずに本当になんか黒って眉毛でやってたりとか、アイラインとかも本当はもう、私これは持ってるけど、ここら辺ぐらいまで伸ばして、
涙袋もこんぐらいまでいっぱい書いてるんだけど、普段はね、もう今日は全然涙袋もなく、そうなんですよ、普段のちょっと自分とは違うまたナチュラルなメイクです。明日はでもなんかもっとナチュラル、これよりもっとナチュラルらしくてやばいね。ちょっとむくみとかないようにしなきゃ。でもね、 STU のスタッフさんからね、キリートレモンめっちゃ差し入れでもらってて、昨日なんか STU のスタッフさんがまず一人、マネージャーさん一人だけしかいなくて、あとは全部向こうの、ね、スタッフさんなんだけど、だから行けないからってすごいSTU のスタッフさんがキリートレモンをねいっぱい買ってきてくださって、なんかむくみ予防みたいな顔面をむくませないキリートレモンみたいなのをいっぱい買ってきてくださって、あとホットアイマスクとかすごい、なのでね、なんか優しい、 STU も優しい。メンバーみんなキリートレモン飲んでない？メンバーはね、大体ねキリートレモンかチョコラ BB 飲んでるよただ元気出したい時はエナジードリンク飲んでるけど、なんかコンディション整えたい時は大体チョコラ BB かキリートレモン。サーヤはもうね、ドデカミンしか飲んでないイメージあるけど、今着ている服もレモン色なのね。そう、これなんかルーザーって書いてんのって言われてちょっと恥ずかしかったちょっとコンタクト外そうかな、一日の終わりに。目が酷使してしんどい。なんか私ね、なんか頑張ったら粘土力でコンタクト自力で出せるんじゃないかなって最近思い始めたんですよ。だからちょっと出してみたいと思います。頑張って出します。まず瞬きを禁止します。やばい、ちょっと白目にならないか怖いんだけど、瞬きを禁止してずっと見ます、一定方向。そしたらだんだん涙が、あ、やばい、まだ来ちゃった。でもこれを繰り返したら出てきそう。あ、出てきそうなのに出てこない、涙が出てくる。もう手で取ります、めんどくさい。濡れたてのコンタクトです。汚い、捨てます。もう一枚取ります。なんか最近コンタクトを取るところを人に見せるのがなんか好きなんですよ。なんであのあえて見せるべきものではないものを見せました。すっきりどんな趣味ね。でも見たいでしょ。やばい、カフェラテ苦いんだけど、ちょっと待って、シロップ入れよう。綺麗、本当ありがとう。今日はねまだね、あ、ちょっとこれさっきまで着てたやつなんだけど、あれ、この中に私ポッキーにシロップ入れて帰ってきたのにシロップなくなってる。あった、今日はね服を着て撮影したのでね、服を着てって言ったらあれだけど、
今日はあの布を身にまとった撮影しかしなかったのでまだ緊張しなかったです。まあまだ普通のよくねたまに呼んでいただけるグラビアとかと一緒のような感じ、服を着て、そうなんです、着ない日があるの、いや分かんないです、それは分かんないです。でもこの間さオンライン話し会あったんですよ。でその時になんかファンの方と話してて、なんか本当にもうめっちゃ初期から応援してくださる方にとなんか写真集についての会話をしてたんですよ。もう本当になんか 5年以上押してくれてるか、まあ、5年以上っていうか、まあ、5年ぐらい押してくれてる方が いてくださって、さあね、その人がねなんか、いやあのね正直ね見すぎはねいらないよって言ってて、でいいやって私がね、いいやそんなこと言って絶対見たいってって言ったら、いや本当にねそういう目で見てないから正直いらないって言われて、なんかそういう人もいるんだなと思って、なんかちょっとまあまあお父さん楽しみにしててねって、そういう人も結構なんかね、そうなんよ、なんか意外となんか写真集を出すってなるにあたってなんか昔から応援してくださってる方とか女性の方とかはなんかあんまり脱がないでみたいな、もう服着てみたいな感じの人が多くて、本当のファンです。いや別にそれで本当のファンとか本当じゃないとかは決めるつもりはないんだけど、逆になんか水着を見たいって思ってくださる方はあんまり私のファンの方じゃない、結構こうフラットに押してくれてる方とか箱押しとか、あの最近好きになってくれた方とか、結構そういう方々がいらっしゃって、でなんかなんでだろうって考えたんだけど、なんか私を好きになるきっかけみたいなのがもしかしたら色気から来てるんじゃないかとあの分析したんですよ。恋で知れば知るほどこいつ色気ねえぞって多分あのなってって、どんどんそういうなんかセクシーなのが見たいとかちょっとなんかエッチな釣りをしてほしいとか、なんかそういうのが全部ポンポンポンってあの思考から抜けてって、最終的に「おきちゃん何しても可愛い」みたいなあの信者ばっかり残る。なんかねすごいね、なんかろ過されてってく、多分こう別にそのろ過されてない人たちがファンじゃないとは言ってないんだけど、なんかこう最初の泥水をさこうやってどん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 さ、なんか土やら石やら木やら何やらこうペットボトルに詰めてってさやってったらさ、ピピピピピピピってだんだんこうろ過されてってさ、そうなんよ、こんばんは泥水です、いや最初泥水だと思うじゃん、なんかねそのうちね透明になってくんだよ、これ比喩だからこんなんでマジ切れしないで、まあ比喩でも泥水って言っちゃダメだよね、じゃあ謝る、まあそうなんだけど、まあ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 、あなた個人のことを泥とは言ってないからさ、欲望の色と考えて、人にはオーラに色がついてるって言うじゃないですか、まあそれと一緒で欲望にも色がついてると考えてみて、さあなんか
すごいなって思って最終的に何の話がしたいとかあれだけどさ、でも私は結構さ、なんかなんだろう、なんか肌を出すとか、なんか例えばセクシーとかそういうものを、なんだろうな、自分の中ではなんか性的消費コンテンツとしては見てなくて、結構そのなんか私が想像する世界観の一部として見てることが結構あって、なんかね、なんかあんまりそういうものを見てなんか下品だなって思ったことがあんまりないんですよ。そういうなんか本当に美しいコンテンツだなって思ってて、だってね、人の体を職業にできるってなんかもうすごいことじゃないですか。うん、それでね、なんかで自分もそうなれ、そういう風になれたらいいなとは思うんだよね。うん、そうなんよ。まあそういうものを今回の写真集で出せたらいいなって思います。ごめん、ちょっと伝わるかな、私て今めっちゃ適当に喋ってるから伝わらんかったらごめんな。タワー来てありがとう、50代独身さん、タワーありがとうございます。書きたいんだけどね、紙がないのよ。ここでもめっちゃ綺麗なホテルだからね、何でも揃ってそうな感じするんだけど、ね、なんかめっちゃさ良さそうなホテルでさ、スチーマーとか借りれるから紙ぐらいありそうなんだけど、ごめんね、ちょっと今書けないんだけど、ありがとうございます。いやだからね、ちょっと最近ショールームの写真集を出すって決まってから、ちょっとまあ、やっぱ無加工の自分を晒すわけじゃないですか。だからちょっとショールームを最近加工せずに、割とありのままの自分でいいんだけど、本当はねバリバリ加工して目も大きくしたいし鼻もとんがらせたいんだけど、最近はねありのままでいるんで、これで見慣れといてくれたら写真集も気にならないと思います。本当はもうこんなにしたいぐらいしたいんだけど、ただね、私歯がないのがちょっと今そこだけ、なんか差し歯つけようか迷ったんだけど届かなかった、写真数までに。私歯がないんですよ、こう見たらあるんだけど横から見たら歯抜いてて、ちょっと歯のないオキポはでも20代しか見れない私なんですすごい、猫ギフトありがとう、抜けたの健康の歯勝手に抜けたらもう虫歯じゃん、違うよ、抜いたんだよ1年前かぐらいに、今矯正中なんだよ。セカンド写真集の頃には大丈夫になってるよ。いや私ね、セカンド写真集もうすごいなんか出したいと思ってて、まだファーストも出てないのに何言ってんだって話だけど、多分セカンド写真集を出す頃には STU とかにはいないかもしれないんだけど、なんか今のファースト写真集は STU48 の沖優香が出す写真集と思って作ってるの。 STU にいるからこその
でもセカンドからはもう ST48 じゃなくなったからにはグループに迷惑をかけないから、もう自分の性癖をもう爪に詰め込んで誰からも NG をもらわないやつを作ってみたい。ファーストは STU48 っていうグループの大きい床を見てほしい。そう、やばそうなのが来る。そう、今回提案して却下されたことある？あるよ、めっちゃいっぱいあるよ。でも多分向こう出版社さんとかは頑張ってやろうとしてくださってはいるんだけど、やっぱ ST48 はね、私だけのグループじゃないので、それはもちろん。でそれは自分がやりたいことは自分が個人になった時にやりたい。性癖ってどんなんですか？なんか皆さんはね、もしかして私にさ、なんかキャーエッチみたいなことを言わせようと期待してるのかもしれないけどさ、私全然そんなんじゃないから、本当に多分皆さんが理解できないような、もうなんだろう、もういろいろ通り越してるのが好きだから。だからなんかそんなかあんま期待はしないで。でもなんかあんまりショールームとかじゃね、言ってもね、言うのあれだから、なんかこう本当に。うん、おきさんが撮ってる側だったりして、いやね、なんか写真の技術とかないけど、なんか撮る側じゃないけど、なんか創作する側に回ってみたいって思うことはあるよね。撮るのはプロの方に任せるとして、なんかさ、その人が水着になったからどうとか、ヌードになったからどうとか、なんかそういうことで、わっエッチだうふふみたいな、なんかもうそういうレベルじゃないんだよな。なんか身体的とかじゃない気がする、そういうエロスってさ、内側の感情から出てくるものな気がする。なんかすごい授業みたいなこと言ってるけど。無表情な人形の人形が裸でいても何にも思わないじゃん、だって。リカちゃん人形、着せ替え人形みたいな感じじゃん。なんかそういうのをね、表現できる人になれたらいいよね。哲学確かにね、何言ってるんだろうね。おきちゃんが STU でモデルにしてみたいのは誰？なんか昔そういうの考える遊び好きだったんだよね。なんか STU のメンバーで個人 PV を考えたらみたいな妄想するのが大好きでさ、最近はしてないけど昔してたな。私門田桃奈さんとかもうめちゃくちゃもう顔が大好きだったから、なんかブログに、そんなブログ書いたことある気がする。アンピーじゃないの、アンピーね、顔好きだよ、アンピーの顔。
も自分がやりたいやつだったら安否じゃないかな。誰だろう難しいな。今の STU、 今の STU か、ちょっと考えたい。でもアンピーのヤンマガグラビアマジで可愛かった。もう可愛すぎて。難しい。2期生ね、2期生の名前めっちゃ出てくるね。でも確かにね、2期生ってさ顔面偏差値めっちゃ強いよね。なんかさ最初からみんな可愛いっていうか、ちょっと垢抜けてるっていうか、なんかさだんだん垢抜けてくるものっていうかさ、なんか2期は割となんか都会の子が多かったからかななんか福岡面とかって結構最初からちゃんと前髪とかちゃんとしてる気がするなんかやっぱちょっと福岡とかって都会なんだなって若干思った記憶ある。ね、そうみほりんとかサラフィとかサウヤンとか、ねえすごいよね。でもやっぱでも昔の写真見たらなんか変わったなと思うね。みんな。九州の可愛い子が集まる街なので、やっぱ福岡ってすごいね。博多美人。愛子島生まれは福岡。あ、そうなんだ。やっぱ福岡ってなんかそういう血があるのかな。そうなのか。サーヤン、でもサーヤン最初から可愛いよアーシャ更新された時、誰か他のメンバーと一緒にいて一番もう 目を引いたのサーヤンだったの。可愛いって一番最初から可愛いみちゅさんってさ全然変わらなくない？なんかさ他のさメンバーってさ割とさなんかこの時期の顔この時期の顔みたいなさ、なメイクと髪型とかさ全然違うのにさ、みちゅさん髪型しか変わらなくない？マジでさオーディションの時からもう あの顔じゃない？なんでなんかさ体型も変化しないしさ顔もずっと可愛いしさ、なんかもうずっとあの最高得点ずっと横よね。すごいよね、ずっと可愛くないびっくりする。いやさ、なんか昔の写真とか見た時さ、あみんな変わってるとかなって、みちょさんだけさなんかもうずっと CG なのかな。かわいいよね本当に。プロ中のプロだからね。いや本当ね、みちさんって実在してるの。いやね本当ね、 CG なんか私がいつも見てるのはホログラムかもしれない。
れ様です。お疲れ様。キさんだいぶ変わった。本当ですか？どうだろう、顔が変わったとかあるのかな、わかんないけど、結構髪型、前髪とかは結構変わってるかも。早寝しないで大丈夫。もうちょっとしたら配信終わって寝ようかなって思います。大人の顔になったね。あ、本当？でも17歳ぐらいの時から割と大人っぽく見られてた、やっと追いついてきたって感じかな、そのこのテンション感とね、年齢に。顔が、あの歯並びはね、だんだん良くなってきてると思うんだけどね、もうちょっとね、もうちょっと良くなったら嬉しいね。落ち着いたタイプだったね最初から。うん、あんまりね、なんかテンション上がってもさ、なんか早口でまくし立てるタイプの、大きい声っていうよりは、ね、突然の早口イキリマンだったかな。そっち系だったな。あのボリュームタイプっていうよりはスピードタイプだったから、初速がね、ビョン、ビョンです。キャッチフレーズが大人っぽい。ああね、よくできましたね。よくできましたってね、なんでよくできましたとかにしたんだろうね。本当によくわかんないけど。まあでもお気に入りは起きちゃうんだけだったらちょっと普通すぎたのかなって思って。自分なりにちょっと考えた結果っちゃ結果なんだよ。でも研究生の時はさ、研究生の文在で言う言葉じゃなかったんだけどさ、今はちょっとまあ言ってもまあ許されるかなぐらいの中堅にはなってるんじゃないかなって思います。よくできましたって言ってもちょっとね、研究生の時から言ってるのはまあなかなかすごいけど、一応いいんじゃないかなと思います。もう中堅と言ってもいい頃合いか。そうだよ、ドラさんってもうね、中堅だよ。だって5年経ってるからね。5年ですぜ。18歳だったオキポも23歳ですから。自分で考えたの、キャッチフレーズはね、自分で考えました。NGT でキャプテンやってるしね。ね、キャプテンやるってすごいよね。なんか考えられないわ。NMB さんとかもさ、チームキャプテンとか してるのかな。なんかドラさんめっちゃすごいなって思う。なんか自分と同じ同期が、まあ私もマイカーのリーダーなんだけどさ、まあ、マイカー言うて6人7人だから、こう引っ張るっていうよりかはね、まとめるっていう役割だけど、ST がチーム制ないのかしらね。でもチーム作ってみたい気持ちもあるけどね、どういうね、なんか結構バラバラな感じでやってみるのも面白いかもしれない。まあでもね、ユニットが結構ちゃんともう長めに続いてるから、なくすのもちょっと惜しいけど、まだ見た目に年齢が追いついてない。ほんと？何歳ぐらいになったら追いつくかな。何歳ぐらいだと追いつくかな。30とかかな。でも30になってから本番って言われたらちょっと嬉しいかもしれない。なんかいつまでたっても綺麗でいたいね。うん、まあそろそろ終わろうかな。ゲリラでごめんね。
そろそろ会いたいと思います。なんか本当はね、写真集のなんか撮影の合間とか移動中とか、そのメイク時間とかになんかショールーム配信をしようかなっていう話をしてたんだけど、なんかちょっとね撮影の場所的になんかできるかできないかちょっとね、その時のスケジュール次第だから本当にね、できたらしたいって感じなんだけど、めっちゃゲリラでめっちゃ短いとかもあるかもしれないから、ちょっともしかしたらないかもしれない。だからまあ見れたらラッキーぐらいな感じで、皆さんもねお仕事とかあると思うので。そうなんです、今日もねしたいなとは思ったんだけどちょっとできなかったのでバタバタしてた。もしかしたらね明日もこうやって終わった全部終わった後に配信とかになるかもしれない。というわけで本日はこんな感じで、あ、うるさかったね、ごめん、終わりたいと思います。撮影見学会ありますか？ないよ。スペサポ会員限定とかでやればよかったかな。それも楽しそうだけど、でも今日はねなんか JK に話しかけられて、え、めっちゃ可愛いですねって言われて、え、アイドルですかって言われて、その撮影中にもうすごいさ、しかも JK ってさ、なんかそういう撮影現場とか見てもさ話しかけてこないで、そうインスタのストーリーとかで更新するイメージあったんだけどさ、一人で話しかけに来てくれて、なんかこの子めっちゃ勇気あるなと思って、しかもめっちゃ可愛い子でね、あ、ST48 の沖優香ですって言って、3期生オーディションやってるんでよかったらぜひって言っといた。そしたらね、あのツイッターさっき見ましたみたいな、調べました、めっちゃ可愛いですって言われて、すごいこの子すごい行動力がすごいなと思って、一人で話しかけに来たのすごくない？私らさめっちゃスタッフさんとか5、6人ぐらいいるところにさ、すごい、うん、なんかねきっかけで入ってきてくれたらいいね。まあそんなこともありました。まあ3期はもう無理だけど、それでは、でもめっちゃ可愛い子だったな、あの子。それでは、男女を読みたいと思います。13位、スギアンさん。12位、トマトポさん。11位、ジェリーさん。10位、トウさん。9位、シロクモさん。8位、宇宙戦艦ソウリュウさん。7位、ペルさん。6位、バンボシさん。5位、オリちゃんさん。4位が、ホクさんでした。13位回まで皆さん、ありがとうございます。そして、3位、キョウイさん。2位、コバチャさん。1位、50代独身さんでした。3位か1枚の皆さん、ありがとうございます。50代独身さん、タワー、ありがとうございました。ありがとうです。また、家に帰った時に、お礼させていただきたいと思います。ということで、明日からも撮影あるんですけど、頑張っていきたいと思います。皆さんもお仕事、学校頑張ってください。では、おやすみなさい。お話し会当たった。お、お話し会で、ね、今日、告知できなかったけど申し込みが今日まででした。ありがとうございました。写真頑張って、ありがとう、おやすみ、お疲れ様でした、バイバイ、ありがとうございました。